瀬戸市立図書館は愛知県瀬戸市の公共図書館。東松山町にある本館のほかに文室としてパルティ瀬戸に情報ライブラリーがある。1970年に建設された原稿館は老朽化が進んでおり、2016年には施設改修や移転も視野に入れた整備基本構想が策定された。瀬戸市内の路地瀬戸市内の上り窯瀬戸焼が生まれた瀬戸は 古くから焼き物の町として栄え、瀬戸物は陶磁器の総称として一般名詞化した。瀬戸は尾張の小江戸とも呼ばれる職人の町だった。第一次世界大戦時にはアメリカ合衆国や中国への輸出で活況を停止、1929年には愛知県で5番目に市政を施行して瀬戸市が誕生した。市と名のつく瀬戸に図書館一つないなんて。 およそ、嘘のような気がするが、残念ながら、今までなかったのである。瀬戸市に、図書館がないなどということは恥ずかしいことである。図書館設置運動を経引した、東都新聞の記事、開館3年半前の1942年2月22日1940年代前半の、愛知県においては、名古屋市、豊橋市、岡崎市、藩田市、一宮市などの各市に加えて、 海部郡津島町、南下楽郡新城町、壁海郡刈谷町、壁海郡新川町、下郡阿久井村、下郡横須賀町、下郡大高町などの各町にも図書館が設置されていた。ローカル市である東都新聞は図書館設置に向けた運動を展開し、市民に対して図書の寄贈を呼びかけた。戦中には、瀬戸市出身の前線の兵士からも、 図書や寄付金が寄せられたという。1941年には、瀬戸図書館開設準備委員会が発足しているが、市民生活が厳しさを増した1942年後半には、図書館設置運動が陰りを見せた。1943年には、市民からの募金のみで、準備費用を賄っていたが、瀬戸市は1944年に、初めて図書館予算を計上し、 師書を採用して、開館準備に当たらせた。戦時中ということもあって、新刊はほとんど出版されて、おらず、古本を買い集めて、蔵書を揃えている。1944年から1945年には、瀬戸市街地も空襲に遭い、集めていた図書の一部が、共存園北文室に疎開したと伝えられる。図書館が入っていた、当時陳列館瀬戸川にかかる倉ら橋の正面。 当時陳列館として使用していた建物の2階東側半分を図書館に転用。当時陳列館は1914年春工の木造2階建て洋館だった。記録上の開館日は1945年7月1日であるが、愛知県知事から図書館設置の認可が降りたのは8月7日であり、瀬戸市が受理したのは8月12日である。 受理からわずか3日後の8月15日には終戦を迎えた。1945年度の予算には、官庁、司書、事務、用務員それぞれ一人の給料が含まれているが、実際に採用されていた職員の人数は定かでない。記録上の開館日である7月1日時点の増書数は2412冊だった。愛知県の支部では7番目の開館である。 開館時の瀬戸市にあった文化教育施設は、瀬戸市公会堂と瀬戸市当時基地列館のみだった。元館長の佐橋兼夫は、軍国主義一式の中で平和な文化施設の図書館が生まれたのは、全国でも稀なケースと述べている。1945年の開館当時、考え貸し出しには5000を支払う必要があり、さらに保証金10円を預ける必要があった。 物価の高騰によって1946年7月17日には値上げされ、考え貸し出し料は10銭、保証金は20円となった。とはいえ、実際には、官庁裁量で考え貸し出し料が無料となっていたとも言われる。1946年前半の利用者数は約300人、月だったが、1946年後半には600人弱、月に増加した。 利用者の内訳は、学生が39%、児童を含む無職が27%、会社員が12.5%、観光理が10.2%、公員が7%、教員が2%、農業が1%などだった。1948年には、当時陳列館の西隣にある三考館の1階東側に移転した。 1950年に図書館法が交付されると、同年12月には瀬戸市立図書館設置条例が改定され、1951年7月に利用規約が改定された。これによって保証金や考え貸し出し料が廃止され、10歳以上だった年齢制限も廃止された。図書館が入っていた複合施設群は基調にある瀬戸市立深川小学校の校舎が開いたため、 一階を瀬戸市立図書館、二階を瀬戸市中央公民館とする複合施設に改修された。三考館の図書館は1952年5月から休館し、6月14日に複合施設内の図書館が開館した。四教室分の353.1平方メートルが図書館にあてがわれ、うち1教室が一般閲覧室に、一教室が特別閲覧室と、 児童閲覧室に、一教室が、閉会書庫に、一教室が館長室と用務員室となった。複合施設移転時の蔵書数は、約1万1200冊である。小学校の敷地内にあったために、児童の利用が増え、また上階に、中央公民館があったために、公民館の利用者も図書館に立ち寄るようになった。それまでは、 瀬戸市教育長が図書館長を兼任していたが、1953年には、河合捨てオが、初の専任館長に就任した。1959年9月26日の伊勢湾台風では複合施設内の新聞や雑誌が、水浸しになる被害が出たほか、裏庭の倉庫に保管されていた、寄贈資料も濡れて廃棄せざるを得なかった。1950年代には、会館、公民館、 図書館を合わせ持つ総合会館の建設が検討されたが、結局は、瀬戸市民会館が単独施設として1959年に開館した。1965年には、蔵書冊数25,373冊、貸出冊数17,167冊であり、特に児童書が多く読まれた。公民館と図書館の新築も計画され、まずは1969年に、 瀬戸市中央公民館が1970年に瀬戸市立図書館が新築で開館することとなる。1964年には東京大学愛知遠州林の施設が東松山町から井塚町に移転したため、1966年には木造河原吹平屋の学生宿舎を改造し、図書館の仮館舎に転用した。 この建物の延べ床面積は複合施設時代とさほど変わらない522平方メートルであり、学生向け寝室が書庫に転用されている。複合施設の図書館は1966年6月21日から休館し、7月10日に仮館舎で再開館した。再開館時の蔵書数は約26,600冊だった。仮館舎は丘を越えた位置にあり、 奥まった場所にひっそりと存在していたため、複合施設時代と比べて利用者数は半減した。1965年の貸出冊数17,167冊が1966年には約8,500冊となり、特に自動書の減少数が大きかった。利用者数低迷の打開策としては、新刊紹介の郵便受け配布、貸出方法の改善などが行われている。 1969年4月には利用者カード式からブラウン方式に切り替えたが、当時の愛知県でブラウン方式を採用している自治体はまだ少なかった。長らく瀬戸市で暮らした北川民津に瀬戸市政施行40周年記念事業として新館の建設が計画され、国庫補助や愛知県の補助を受けて建設された。1969年9月に寄港 1970年3月31日に、春工、6月16日に開館した。国庫補助を受けられる目安が、延べ床面積1000平方メートルだったため、延べ床面積は1220.5平方メートルとなった。総建設費は7480万円であり、国と県からの補助金が、それぞれ300万円、市町村女性交付金が600万円、 建設事業資材が2500万円、残りが一般財源だった。外壁には瀬戸市在住の北川民次が原画を描いた壁画が設置された。開館時の蔵書数は約3万2400冊だった。初めて全館に冷暖房が導入され、やはり初めて館内に公衆電話が設置された。開館時の蔵書数は約3万2000冊であり。 書家の占有比率は45%、開花率は100%と、ゆとりある書家だったが、図書の回転率は全国平均を下回っていた。1971年には移動図書館車の運行を開始している。開館した1970年度に1万4000冊だった貸し出し冊数は1977年度には10万冊を超えた。 1970年代の10年間には増書冊数が約2倍に増えたため、1981年には本館南東に閉化式書庫と参考室を増築している。1987年にはコンピュータを導入し、貸し出しや返却の手続きが効率化された。文室の情報ライブラリーがあるパルティセと1996年には、 全100ページの創立50周年記念し、おかげさまで50年瀬戸市立図書館誌を刊行した。1997年度から1998年度には、図書館職員と図書館以外の市役所職員によるワーキンググループが研究を行い、1999年には21世紀の図書館像を求めて図書館基本構想指針を策定した。 この時点でも図書館は手狭で老朽化が進行しているとし、中央館と地域館のシステム化などを提言している。1999年1月には瀬戸図書館ともの会が設立され、2000年度からは図書館とともの会が協力して図書館祭りを開催している。 1999年9月には1階の参考室に利用者用パソコンを設置し、インターネットや百科事典 CD ロ m の閲覧などが可能となった。インターネットの利用料は1時間300円である。2000年度には掃除業費4000万円で改修工事を行い、電算システムの更新、ブックディテクションシステムの導入、自動コーナーの80平方メートルから140、 平方メートルへの拡充やお話スペースの設置、資料検索機の増設などを行った。セト市立図書館とパルティセトの位置関係2001年2月には資料検索や貸し出し予約ができるウェブサイトを開設した。ウェブサイト上で資料検索を行えるのは愛知県で6番目であり、ウェブサイト上から図書の予約ができるのは愛知県発である。 2002年8月には貸し出し中の図書を館内の端末から予約できるシステムを導入した。それまでは端末で貸し出し中かどうか検索した後にカウンターに予約カードを提出する必要があった。館内の端末から予約できるシステムを導入したのは瀬戸市立図書館が愛知県発である。2002年11月には 瀬戸市保健センターで行われる6ヶ月検診を利用してブックスタート事業を開始した。2004年に尾張瀬戸駅前に複合商業施設パルティセトが開館すると2006年には約1800冊の新刊をパルティセトで貸し出しできるサービスを開始した。2007年12月には図書の配下を約1万冊に増やし分室としての機能を強化した。 2007年12月から2008年3月まで本館は改修工事のために休館している。駐車可能台数の増加、専用パソコン室の設置、天井のアスベストの完全撤去、耐震補強工事などが行われ、4月1日に再開館した。2008年度には運営が民間業者に業務委託され、開館時間の延長や、 月曜日の開館などサービスの向上が図られた。2009年度からはパルティセトで雑誌の貸し出しを開始した。2016年には施設改修や移転も視野に入れた整備基本構想が策定された。その後、現図書館施設の継続利用を前提とした図書館サービスの充実に火事が切られ、2019年7月に開催された。 図書館協議会においても教育庁から図書館は現施設を継続利用する方針であるといった市の方針が示された。瀬戸市の北部や東部は平坦地が少なく図書館サービスが遅れていたため移動図書館が本館の図書館サービスを補った。1971年には移動図書館社瀬戸号の運行を開始した。 1971年度に約1万冊だった移動図書館の貸し出し冊数は1977年度にピークに達した。この年度には移動図書館のみで約38,600冊を貸し出しており、総貸し出し冊数の40%近くに達している。1980年にはセトライオンズクラブから更新代の寄付を受けて2000冊収容の日産。 シビリアンに更新した。1990年には再び、セトライオンズクラブから更新台の寄付を受けて、マイクロバスを改造したディーゼル社に更新した。この3代目、セトゴーの車両は3000冊を収容できる。2001年度には14カ所を月1回、市外の小中学校休校を年に1から3回、巡回し、約17,600冊を貸し出した。 自動車 NOXPM4 の影響で2005年度から3代目の車両が運行禁止となった。買い替え費用が高額であることに加えて移動図書館の利用者数が減少傾向にあったことから2004年度末で移動図書館車の運行を取りやめた。名古屋市森山区の近所学院大学豊田市の愛知。 工業大学2003年には、瀬戸市周辺の6大学との間で、大学コンソーシアム瀬戸の協定を結んだ。協定を結んだのは、瀬戸市の名古屋学院大学、豊田市の愛知工業大学、名古屋市森山区の近所学院大学、春日市の中部大学、尾張旭市の名古屋産業大学、瀬戸キャンパスを有する南山大学の6大学、 2004年10月には6大学の付属図書館の蔵書をセット市民が貸し出しできるようになった。2004年時点のセット市立図書館の蔵書数は約28万冊だったが、6大学の蔵書数は計195万冊であり、セット市民が貸し出しできる図書は計223万冊となった。大学コンソーシアムセットの図書館連携部会では、図書館システムの一元化や、 横断検索システムの構築も検討したが、費用対効果などの観点から見送っている。大学図書館の資料を瀬戸市民に提供するということに主眼を置いていたため、資料の輸送費は瀬戸市立図書館が負担することとして始まったが、実際にはむしろ大学から瀬戸市立図書館への貸し出し依頼の方が多かった。中部大学は2010年に大学コンソーシアム瀬戸から離脱しており、 定型大学は5大学となっている。瀬戸市立、品野台小学校2006年以降には、地域図書館活動に取り組んでおり、市民に対して小中学校の学校図書館を土日祝日に開放している。瀬戸市立図書館本館で予約した図書を地域図書館で受け取ったり、本館で貸し出した図書を地域図書館で返却することも可能である。2006年度には、 増書数8800冊の瀬戸市立、品野大小学校を、その後には、増書数1500冊の瀬戸市立、光寮中学校や増書数9600冊の瀬戸市立清涼小学校を、2010年度には、瀬戸市立水野小学校を、その後には、瀬戸市立東山小学校を、地域図書館に指定した。地域図書館の活動が評価され、2010年4月には、 文部科学省の子供の読書活動優秀実践図書館に選ばれた。2011年度からは学校図書館に市長を派遣している。戦後の1949年には瀬戸地区市長閣振興委員会が発足し、1953年には瀬戸市市長閣ライブラリーが設立された。教育目的163本、娯楽目的7本の市長閣フィルム、A 社機4台。 検討機4台、磁気録音機3台、写真機1台などの視聴覚機材を有していた。昭和30年代から40年代にかけて、学校や団体などが様々な活動を行っている。1974年には視聴覚ライブラリーの体制が変更され、1988年には視聴覚ライブラリーが図書館に併設された。桜が咲く 次期のセト市立図書館2014年度末の蔵書冊数は317,600冊であり、2014年度の貸出冊数は679,743冊だった。セト市立図書館への入館者数は238,623 23人であり、パルティセト三階情報ライブラリーへの入館者数は95,352人だった。 地場産業である洋業や陶磁器に関する資料の収集に努めており、これらの資料や地域資料は2階の参考室に所蔵している。日本図書館協会が観光している日本の図書館2014によると、人口規模が2回寄っている10自治体の中で最も延べ床面積が狭く、最も古くに建設された図書館である。また、近隣自治体6自治体の中で2番目に、 延べ床面積が狭く最も古くに建設された図書館である。延べ床面積1平方メートルあたりの蔵書冊数は200冊を超えている。日本の図書館2014によると人口規模が似通っている10自治体の中で4番目に貸し出し冊数が多い。また近隣自治体6自治体の中で3番目に貸し出し冊数が多い。 瀬戸市立図書館は1週間の中に定期休館日がなく、開館日が多いことも貸し出し数の多さに影響しているとされる。ありがとうございます。